いやーね、ちょっとね、いろいろ今音声を試しております。今ですね、オーディオテクニカの新しいダイナミックマイク、まあね、発売されてるのはもうかなり前のものなんですけども、どうしてもね、ちょっと気になっていたマイクがあったので、今まで使っていたね、コンデンサマイク AT2020 をやめまして、新たにマイクを購入いたしました。 えー、それがですね、機能としまして、マイクの、えー、後ろ部分ですね、下の部分にですね、XLR 端子と Type-C、あの、がですね、つなげられるマイクです。なので、PC で録音するってなると、USB と Type-C で、 接続して、もうそれだけで使えると。で、オーディオインターフェースに接続するときは、XLR 端子で使用ができるということで、非常に便利なものを見つけました。でね、僕が感じているだけなのかもしれないんですけど、このダイナミックのマイクももちろん単一指向性なんですけど、かなり これ音いいですね。うん。僕、今、これ、風防をつけて喋っております。なんですけども、あの、何度かね、録音して、自分の声をね、聞いてみたんですよ。かなり音良くて、おあの、コンデンサーマイクの時より、なんか、音の聞こえがすごい良くなったような気がするんですよね。気のせいなんでしょうか。 ちょっとね、これからのね、収録がちょっと楽しみだなっていう気持ちになっております。えー、もう、嬉しいですね。買ってよかったなって思います。まあ、これがね、1万円ちょっとのものなんですけども、値段的にはね、今の AT2020 と値段的にはそんな変わりません。あの、そんな高価なね、マイクは僕は使用していないので、 値段的にもそんな高くないものなんですけども。ですが、あのー、いや、いいですよ。で、このダイナミックマイクにはあの、風防をつけております。スポンジをつけております。なので、ちょっとね、音の聞こえ方もね、かなり良くなってんじゃないかな。もうダイナミックマイクって言ったらね、対質指向性でね、余計な音を拾わないっていうのがね、特徴なんですけど、さらにね、音を良くしたいということで、この今、 編集ソフトで編集してるわけではなく、OBS を介して、この喋ってる感じなんですね。なので、もう、めちゃめちゃいいですよ。本当に。ぜひね、あの、僕のこの声、なんか前のね、あの、以前まで放送した声と、えー、ちょっと違うなと、えー、感じた方はいらっしゃいましたら、ぜひ、コメントの方、 えー、よろしくお願いします。なんか変わったよとかね。あんま変わんねえじゃん。みたいなね。そんな感じのコメントでいいので、ぜひね、よろしくお願いします。うん、お待ちしております。TM 横浜は時屋の森チャンネルがお送りいたします。いやーね、あのー、部屋のちょっとね、模様替えをいたしました。 をですね僕は今まであの、まあ、このね今作業をしている部屋で自分一人でねあの夜も寝ているんですけども折りたたみのベッドってあるじゃないですか僕はねそれを使用して部屋で寝ているんですけれども弱点がありますねその弱点は僕はそのベッドを使用してみて分かったことなんでちょっとお話ししたいと思います なんせね、あの、折りたたみベッドって言っても、ベッドはベッドなので、やっぱり、頻繁にね、年がら年中ね、あの、折りたたんで、掃除するわけじゃないじゃないですか。で、やっぱりね、ベッドの下が空間があると、洋服とかをね、あの、入れ物に入れてね、こう、収納したくなるじゃないですか。なので、そうするとですね、でベッドの周り、 に、かなり、誇りが、溜まるんですね。うん、それがね、あの、弱点かな、と思いました。で、やっぱりベッドって、動かすものではないので、うん、溜まるな、ということで、でね、僕が買ったベッドって、あの、ちょっとね、横部分に、あの、組み立てた時にね、あの、最後、ネジが、 出っ張ってる感じで、起き上がった時とか、夜、暗い中ね、移動するとね、あのー、太ももの裏というか、あの、ふくらはぎの上、あのー、ちょうどですね、当たってですね、引っ掛けて傷だらけになった、血だらけになったことがあるんですね。なんで、これね、ちょっと危ないなと思って、変えようかな。まあ、一時期は、 あの、普通にね、固定されたベッドを考えていました。なぜ考えていたかっていうと、やっぱりベッドの下に収納をしたかったっていうのもありまして、考えていたんですけども、まあ、掃除ね、埃を取りたかったので、今回、ベッドを新たに、その固定式のね、あのもう、ベッドじゃなくて、エアーベッドというものをね、 購入いたしました。膨らます空気入れるね、エアを入れるのもね、コンセント一本で膨らむんですよ。で、空気、エアを抜くときもね、あのー、ダイヤルをね、あのー、膨らますか抜くかっていうね、ダイヤルを回すだけでやってくれるので、非常に便利。で、ベッド自体がですね、空気で 膨らんでるので、持ち上げるというかね、立ちあの、起こすっていうのがね、非常に楽なんですね。なので、もうこれ買ってよかったな、という感じです。いやー、部屋が広くなりました。非常に。えー、最高ですね。で、今までの場所に、ちょっとね、いろいろ、こう、配置替えをして、 ちょっと部屋を少しでも広くしようかなと思っているので。うん。でね。まあ誰かね。例えば友人が遊びに来た時とかっていう時は、一時的にね、空気を抜いて折りたたんじゃえば、ベッドのない部屋になるので、非常に便利だなと思いました。うん。これはね、買ってよかったなと。だけど、やっぱり折りたたみベッドっていうのは、折りたたむことができるけど、まあ場所はね、 確保できると思うんですけども、エアーベッドのように折りたたんで、例えばクローゼットの中に収納しちゃうとか、ってなると完全なるベッドがない。折りたたみベッドだとね、もういかにも、ね、折りたたんでるっていう感が出るので、うん、で、やっぱり、ベッドはベッドじゃないですか。なので、別の部屋に移動するっていうのもね、キャスターがついてるんですけども、大変なので、それはやめまして、 エアベッドにしたという感じですね。もうこれはね、アマゾンで見ても、1万円弱でね、あのー、同じようなものが売っているんですよ。うん。なので、いやー、よかったですよ。で、この買うきっかけとなったものがですね、実は、あのー、マイナンバーカードをですね、僕は、つい最近、 あの、カードにいたしました。で、申請したんですね。そうするとですね、2万円分の2万ポイントが、えー、付与されるということで、あの、PayPay を使用しているんですね、今。なので、そこにね、入るということで、で、PayPay のポイントっていうのも、あの、裏がありまして、 ペイペイマネーとペイペイマネーライトっていうのとペイペイマネーポイントっていうのが3つあります。で、ペイペイマネーっていうのは普通にね、銀行口座とかね、あの口座からチャージしたお金が、え a、ー、ペイペイの方に移動できて、そして、あの、ペイペイの別に作ってる口座からも、えー、現金として引き出すことができる。 というものなんですね。で、ペイペイマネーライトっていうものは、ペイペイマネーと違いまして、あの、今回僕が申請したように、何かから、あの、付与されて入ってきた、あの、ものですね。ポイント。なので、マネーポイントとは違ってですね、あの、マネー、ペイペイマネーの次に、えー、ペイペイマネーとして、 使えるお金ですね。だから、現金化できないお金です。で、マネーポイントっていうのは、いろいろ買い物とかしてね、たまった。まあ、ヨドバシカメラで言うとね、ゴールドポイントカード、ゴールドポイントみたいなね、そんな感じのポイントなんですね。なので、普通に買い物もできると。ただ、現金化はできません。そういう感じで、2万ポイントが付与されて、期限がですね、 60日間の間に使用しないと、なんと、消えてしまうんです。なので、それはもったいないじゃないですか。何か買うものないかなと考えまして、あのー、このベッドを購入いたしました。はい。なので、いや、良かったですよ。ほぼ、ポイントというかね、現金化できないもので買ったので、僕の自分のね、お金というものはほぼ使わずに、 今回購入することができました。でね、あの、今後、このエアベッドを使用して寝ていってですね、あの、どんなものかっていうのもね、このお話の中でそのうちまた、あの、話していきたいと思います。ということでですね、えー、ちょっとね、長々とお話ししてきましたが、えー、今回の お話はこの辺で終わりたいと思います。では次回の TM 横浜でごきんよう。さよなら。